事がないたら遊んでる。安い飯屋でお茶だけ飲んで時間潰してあくびして、やっぱ金持ちになりたいや、金持ちになりたいや、金持ちになりたいや、金持ちになりたい、金持ちになりゃやりたいことがいっぱいあるから。だけどこうしてのんびり過ごして自由でいるのもたまには悪くはない、たまには悪くはない、あーたまには悪くはないぜ。毎日毎晩くたびれて仕事に追われてくたびれて、時計見ながら電車飛び乗り、書類抱えてパソコンへ。やっぱ金持ちになりたいや、金持ちになりたいや、金持ちになりたいや、金持ちになりたい、金持ちになりゃやりたくないことやらなくてもいい。だけど全く仕事がなくなりゃちょっぴり寂しくなるのかもしれない、なるのかもしれない、なるのかもしれないぜ。毎日毎晩歌ってる、下手の横付きで歌ってる、声を枯らして一人叫んで誰もちゃんと聞いてない。おい、やっぱ有名になりたいや、有名になりたいや、有名になりたいや、有名になりたい、有名になりゃ言いたいことがいっぱいあるから。だけど一番言いたかったこと言えなくなるなら、そんなものいらない、そんなものいらない、あーそんなものいらないぜ。毎晩喋ってる夢バナ恋バナ喋ってる、いつもの店でいつものやつと同じ話で盛り上がる。やっぱ金持ちになりたいや、金持ちになりたいや、金持ちになりたいや、金持ちになりたい、金持ちになりゃ嬉しいことがいっぱいあるから。だけど通帳の残高見つめてニヤニヤするような、やつにはなりたくない、やつにはなりたくない、あーやつにはなりたくないぜ。だけどやっぱ、やっぱ金持ちになりたいや、金持ちになりたいや、金持ちになりたいや、金持ちになりたい、金持ちになりゃ、金持ちになりゃ大金持ちだぜ。だから俺たちは仕事にお勉強、笑って歌って頑張ってるじゃない、頑張ってるんじゃない、あー頑張ってるんじゃないか。金持ち金持ち金持ちになりたいさ。